ポンテシティアパートは南アフリカ共和国ハウテン州ヨハネスブルグ市都市圏海区のヒルブロー地区にある超高層マンション通称ポンテタワーポンテシティアパートとヒルブロータワーサラトガ通りとハローロードの交差側に面し173メートル54階建てで住居用ビルとしてはアフリカ最高の高さを誇るまたアフリカで 最初の円柱形の高層ビルでもある。中央の空洞部分はコアと呼ばれている。ヨハネスブルグを見渡す絶好の位置にある。ビル上部の広告は南半球で最大かつ最高層に位置するものである。1975年に建造された。主設計者はマンニエ・フェルドマンでマンフレッドハーマー及びロドニー・グロスコ・フラトチームを組んで設計した。かつては 白人富裕層の象徴とまで言われたが、アパルトヘイト終了後の1990年代に、ギャングが侵入し治安が荒廃して、かつての住民は、ほとんどが退去してしまい、ヒルブロー地区の犯罪の象徴となってしまった。コア部分は5階までゴミで埋まっている。90年代中頃には、刑務所にするという計画もあったが、1999年に管理会社が変わり、 セキュリティは改善されている。2007年5月、所有者が変更されて467の居住、商業エリアに改修するとともに、周辺地域の開発も合わせて行う再開発計画が公表された。しかし世界金融危機の影響で資金提供が得られなくなり、再開発計画は中止となった。周囲の治安状況の改善とともに住民が戻っているものの、 設備の老朽化による事故が発生しゴミの撤去も完了していなかったが、現在はほとんど完了している。ありがとうございます。